どうせだったらもうちょっと男らしく余裕見せたらよかったな。どうせだったらもうちょっと可愛らしく甘えて見せたらよかったな。後悔ばっかが募ってでも後戻りはもうできなくて、ずっと君だらけの毎日。聞きたくて君の気持ちを知りたくて、わざとからかったりわざと見どくしたり、バカみたいだな。焼いたりしないかな。あの人は誰、不安になったの。別にそんなんじゃないよ。君しか見えない。8月の末かなに公開されてると思うので、まあ、あの自分の YouTube チャンネルにショート MV を出しておりますので、ぜひチャンネルからご覧いただければと思います。はい、じゃあ、トティも、9月か、まあ、あの場合によっては10月かもしれないんですけど、今オリジナル曲を作ってるので YouTube に公開予定です。楽しみにしててください。はい、私はあさって9月1日誕生日です。おめでとう。はい、私は8月27日なので公開されてると思うんですけど、ニューシングル Call Me Baby、リリースしました。あと MV も私の個人チャンネルから出てるのでぜひ見てください。ということで今日も見てくれてありがとうございました。せーの、バイバイ。